そうだね。実を言えば僕もヘトヘトだよ。またあなたたちですか？これ以上首を突っ込まれると邪魔なんです。そんな言い方はないでしょ。ちょっと聞きたいんですけど。何です？刑事さん、あの女の子もやっぱり前の事件と関係があるんですよね？それはあなたには関係のないことです。ケチ！私たちの学園で起きたことなんだから少しくらい教えてくれたって罰は当たんないでしょ！もういい加減にしてください！何なんですか、あなたたちは。警察の邪魔ばかりして、もう限界です、あなたたち二人を。動いたわよ。本当？間違いないわ。それじゃ早く助けないと。あなたたちを公務執行妨害で逮捕します。